モントラ、ディオニス、ホルン連合軍がオイスへ向けて出陣する。そんな中、教会に身を置くシュテルは母ヘレナとの再会を経て単身ギルガメッシュのもとへ向かう。父エルデの日記に記されていたことは果たして真実なのか、それを確かめるためだった。一方、イーナ付けルティアルへの愛情、ジェーダンへの崇敬の念、二つの感情の狭間で思い悩むオベロン。王の苦悩に歩調を合わせるかのようにランダルとハインドラの間に小競り合いが発生することに。蓄積された不満、そして鬱積した憤懑、両軍間に立ち込める暗雲、果たしてその行方は。どういうことなの？何よ、いきなり。とぼけないで。知らないとでも言うの？この城内ですでに3名の兵士が喉を切られて死んでいる。私たちが城に来てから。私たちの仕業だと？それ以外に誰が？ならば、あたしらを牢に入れなよ。え？そう、それで無実を証明できるなら喜んで入るわ。一体何を企んでいるの？何かを企んでいるのはあなたたちの方でしょ。私はそれをお手伝いしているだけ。おっと、今さら身を引くなんてのはなしにしておくれよ。それじゃあ聞かせて、これからどうするつもり？さっきも言ったけど、私たち二人を投獄しなよ。本気なの？いかに忍びとはいえ、このランダルの牢から逃げ出すことはできない。なのに相変わらず城の者が殺されている。私たちはこの件には無関係ってことがそれで証明できる。待って、それじゃあすでに城内には。そうよ、片手の指じゃ足りないぐらい豪華の忍びが入り込んでる。お前たちが手引きしたのか？ええ、簡単なことよ。もうハインドラ兵になりすました豪華の忍びが何人も城内にいるわ。その程度でこのランダル城が落とせると思って？私の警護のため前線にいたエルシュラとクレイスを城に呼び戻してるわ。中でもエルシュラは煉獄の副長を務める切れ者、兵士たちの信望も厚い。だからあんたが必要になるのさ。私が？いかに豪華とはいえ、正面からぶつかっては絶対にランダルには勝てない。でもランダルには何としても守らねばならない人物がいる。それがアライア様。エルシュラだっけ？そいつだって簡単に始末できるでしょ？でもこうしているうちにもジェーダンの本体に城内の異変が伝わるでしょうね。
もう手は打ってある。ゴーガの長のマリアル様や数多くの手だれがすでにこの城を包囲している。もちろんランダルには気取られないよう細心の注意を払ってね。ジェーダンのもとへ誰一人として行かせないよ。アライア様、エルシラでございます。入って。エルシュラ様、ちょうどよかった。ちょうどよかった。今アライア様より命じられてお伺いしようと思っていました。どういうことかしら。城内に賊が入り込み、すでに数人の兵士が殺められているとか。疑いが私たち二人にかけられていることをアライア様はご心配なさっていて。エルシュラ様、私たち二人を投獄してください。それで無実を証明できるのなら喜んでそういたします。二人の言う通りにしてあげて。よろしいのですか。ええ、この者たちの無実が証明されるまでは私がアライア様の警護に。承知いたしました。ではお連れして。はっ。ではこちらへ。それで要件というのは。あ、いえ、あの二人についてでした。そう、早く疑いが晴れることを望んでいるわ。それからこのことは一刻も早くジェーダン様にお伝えすべきと思うわ。それでしたら先ほど本体へと伝令を向かわせました。ありがとう、エルシュラ。やっぱりあなたは頼りになるわ。もったいなきお言葉。射撃部隊展開せよ。たった一人とはなめられたものだな。逃がすな、蜂の巣にしてやれ。敵兵の姿なし。ビジョンか。手こずってるようだな。ジェーダー様、ビジョンが現れたってことはあの城にまだルティアルがいる。アインドラを引き離しランダルを孤立させる策ってところか。見苦しいところをお見せいたしました。いや悔しいが、
あの性悪女め、戦をよく分かってやがる。戦を？ああ、相手の嫌がることをやるのが一番いいってことさ。となりゃ。ラルト！煉獄、ここに。ならば、こちらも相手が嫌がることをやってやろうじゃないか。あの性悪女は明らかに遊んでやがる。遊んでですか？ああ、何か待ってる。その間、暇だからとじゃれついてきてるのさ。ラルド、わかるね。は、敵の小細工に付き合うつもりはありません。どういうことでしょう？ビジョンを相手にしない、そういうことだ。奴は驚くべき速さで次々とビジョンを召喚し、我らを襲わせます。そうだ、それに付き合っていれば消耗し弾薬も尽きる。ではビジョンを無視して大伊勢城へ進行する。そういうことだ。奴はこの戦場を城のどこかから見下ろし、ビジョンを呼び出しているのだろう。俺たちにとって当然分が悪すぎる。では力ずくで城門をこじ開け、城内へと進行すれば奴の視界からは外れる。そういうことだ。いかに奴とで姿の見えぬ敵とやり合うことはできない。そうなってからがお前の出番だ。承知いたしました。頼りにしているぞ。んじゃ行くか。はっ。ランダル軍の周囲に未だ教会の影はなし。サーダリーはオベロンと接触したと見るべきでしょうね。しかしサーダリーがハインドラを懐柔するなど不可能となれば、戦場はやはりこのオビスの地。いいでしょう。役者が揃うまでの間、もう少しだけ遊び相手になってあげることにします。ログザ殿、ガーブルがハインドラ勢を引きつけている間にランダルを叩くとの策ですが、こうしている間にもランダル軍は城へ向けて進軍を続けています。早く手を打たねば取り返しのつかないことに。わかりますぞ、モント殿。そなたの焦る気持ちよくわかりますぞ。ですが、戦はまだ始まったばかり。始まったばかり？いかにも、これからが本当の戦。援軍の到着が遅れているようです。援軍？僕らの他にも？ええ。それは一体？まだ明かすことはできませんわ。どこに敵の耳があるかわかりませんもの。
ですが、このままでは。心配には及びません。私はこの城にいながらにして戦場へビジョンを送り込めます。そんな離れた場所にビジョンを。ですが、戦場にすでに少なくない数のオウィス兵が出陣しています。城門を閉ざしているため、彼らは帰還することもできないでいます。それは仕方のないこと。仕方のない。あなた方もよくご存知でしょ、戦に犠牲はつきものだと。お待ちください、彼らにだって。僕たちリオニス軍の出陣の許可をいただけませんか。お願いします。わかりました。しかし、一度閉じた城門はよほどのことがない限りは開くことはできません。覚悟が終わりでしたらどうぞ。何なんだよあの女。そういう言い方をしてはいけないよ、リージュ。でも、おかしいと思わないか。何が？ラマダ、ルティアル殿のご様子、以前と違っているところはあるかい？変わったのではなく本性が出た。そのように思えますわ。そういえばジェーダンは別れ際に言っていた。ルティアル姫というのはあのメルニアに負けず劣らずの女だと。そしてくれぐれも注意しろとも。どういうことなんだい。まさかルティアル姫は羊の皮をかぶった狼だなんてことは。ありえない話ではありませんわ。ああ、いたいた。カミロ聞いたぜ、モント。お前らリオニス勢は城門を開いて打って出るつもりらしいな。ああ、少なくないオウィス兵が城へ戻れず疲弊している。まさかカミンロ、君も力を貸してくれるのか。当然だろう。男カミンロ、困ってる人がいれば立ち止まり手を差し伸べる。モントだけにいい格好はさせねえってさっき言ってたな。てめえなんでバラすんだよ。ありがとうカミンロ。勝負だぜモント。勝負。ジェーダンを倒した方がマシュリーをめとる。いいな。何すんだよいきなり。マシュリー様は物じゃない。そんなこと勝手に決めるやつなんか見向きもしないに決まってるだろ。そうだな、俺が悪かった。深く反省している。ほう、今回は物分かりがいいな。こういう素直なとこにきっとマシュリーはグッと来るだろうな。さあ行くぜ。
間もなく城門が閉じられる。そうなれば簡単には城内へ戻れなくなる。覚悟ならとっくにできてるぜ。私とラマダは何があってもモント様をお守りする。ええ、どこまでもお供いたしますわ。良いのか、カミンド。何が？お前、元はハインドラに仕官していたのだろう。いずれ奴らも現れるはず。それがどうした？俺が土壇場で裏切るとでも思ってんのか？そういうわけではないが。奴らは俺のことを知っている。でも俺だって奴らのことをよく知ってるつもりだ。奴らに一泡吹かせてやる自信はあるぜ。ハリア、君たちホルンは？私たちも行くよ。私たちもお供します。これが我らの総意です。しかしモント君に何かあったらマシュリー様に怒られちゃうし。モント君はないだろう。まあいいじゃん、固いこと一個なし。育ちが悪いのでお許しください。黒焦げにされたいわけ？そうなる前に小口切りにしてあげるわ。何よ、何なのよ。やめてください、これから戦なのですよ。急に不安になってきた。では、城門を閉じます。行こう。先行するオウィス兵に追いつき、援護する。止まる！モント、ついに出てきやがったな。お前たち、奴は俺と同じく指輪の使い手。心して挑めよう。敵軍の最前線にジェーダンがいるみたいよ。となるとそれを見たレイシャスがどう動くか。そんなの決まってるでしょ。絶対あいつホルンを裏切るって。だってもともとランダルに仕官するつもりで東方から来たんでしょ。そうらしいですね。ここでホルンを裏切り、ジェーダンに気に入られてランダルに。ありえる、絶対にありえる。何がありえるのよ。レイシェスよ、あいつランダルに入るためなら何でもする。はっ、やっぱ私が何だって。別に。あんたたちおかしいよ、何か企んでない？まあいいわ。よからぬことをしようとしたら千切りにしてやるから。
お前たち何してんのさ。間もなく交戦状態に入る。気を引き締めな。分かってるわよ、そんなのは。では私たちも行きましょうか。お前はホルン第二部隊壮麗のレイシス。どこかで聞いた名だな。当然よ、元はランダルに仕官する予定だったんだから。思い出したぜ、煉獄のために東方出身の有望な者たちを集めようとしていたことであった。なるほど、それが今はホルンか。悪いけど、お命頂戴するわ。面白い。嫌いじゃないぜ。そういうまっすぐな奴は。いえ、ぜひ俺に。何よ、あんたは。ランダルは第二部隊、煉獄。部隊長を務めるラルド。私が所属するはずだった部隊の部隊長。ジェーダン様の相手など100年早いことを思い知らせてやろう。私の狙いはジェーダンだけ。でも肩慣らしにはちょうどいいかもしれないわね。んじゃあラルドよ、ここは任せたぜ。よい。サリア殿。分かってる。なんという集中射撃。何がですか。敵の正体よ。こんな真似するのはあいつしかない。サリア殿。ルシア、あんたでしょ。隠れてないで出てらっしゃいよ。逃げずに現れたことだけは褒めてやる。兄はどうした。あんたなんか私だけで十分。怯えて城で留守番か。兄様の悪口言うなら手加減できなくなるよ。全力で来い。全てを受け止めた上で貴様の息の根を止める。できるもんならやってみなさいよ。あんたなんか黒焦げにしてやるんだから。いつの日かきっと戦場で再会すると思っていましたよ。あんたは確か。ランダルは第二部隊煉獄中将のバラン。あなたもリオンズ。ああ、出戻りだけどね。あの時のムーアルは今やハインドラの画説6人の一人。別れは済ませてありますわ。この戦場にあなた方の王、確かモントだ。当然さ。ぜひ一度お会いしたいと思っていた。
残念だけど、そいつは無理だよ。この先は進ませない。ランダルは止まらん。何があろうとも。ジェイダンよ、また会ったな。ウェズエット戦では大変世話になった。気にするな、単なる気まぐれだ。んじゃ、追っ始めるとするか。言っておくが、手加減はなしだぜ。わかってる。頼りなさそうに見えて、やはり指輪の使い手。あのモントという男はまだまだ使えそうね。教会の忍びは礼儀も知らないのかしら。じきにハインドラが戦線復帰する。それで貴公はオベロンを城から引き離す役目を引き受けられたし。私が城を出るってこと？いかにも。冗談じゃないわ。ここは私の城。ようやく手に入れた私だけの城よ。誰にも渡さない。ではサーダリー様を敵に回すと言われるか。分かったわよ。くれぐれも機を逃すことのなきよう。サーダリーめ、調子に乗りおって。いつか必ずお前をこの足元に這いつくばらせてやるわ。サモント、これ式の男か。ならば一気に飲み込め。何、まさか。僕は一人じゃない。僕の後ろにはリオニス、そしてホルンがいる。こいつはホルンの古代の遺物。なるほど、追い詰められていたのは芝居だったということか。やるじゃねえかよモント。いいね、久しぶりにゾクゾクするぞ。オベロン戻ったか。ガブリは
いや、言わなくともわかる。今も指輪はルティアルの手にある。これより最前線は我らハインドラにお任せください。いいのか。必ずや指輪を手に入れてみせます。できるのか。もちろんです。わかった。だが無理はするなよ。いつだって俺たちランダルはハインドラと共にある。はらしいな、カミンドよ。ガンズバック。裏切り者め。ホルンへ援軍を求めるオフィスの者を追うという任務を放り出し、よくもおめおめと戦場へ戻ってこられたものだな。うるせえな。そういう自分たちはどうなんだよ。自分たち、とぼけやがって。ハインドラの誇りだなんて口先だけ。現実はランダルに尻尾を振ってるだけじゃねえか。そんなんでよくも偉そうにできるもんだぜ。貴様、良いのかカミンロ。ん？何がだ。そこまで言ったら取り返しがつかないぞ。負ける可能性が高いのだから、その時のこともよく考えておくべきだろう。お前どっちの味方だよ。私とお前は無関係、そういうことにしたのではなかったか。それはもう終わった話だ。どうした、逃げる相談か。俺は変わった。もうあの時の俺じゃない。よかろう。そのねじ曲がった根性、今一度画説六人の力で叩き直してやるとしよう。そっちの女、あんたはどうするんだい。エルシレールは関係ない。痛い目会いたいってんならまとめて俺が面倒を見てやるぜ。あいにくだが、私は弱い者いじめをするやつがカマキリの次に嫌いなのだ。誰が弱い者だよ。てかお前カマキリ苦手なのかよ。あの妙に柔らかい腹部が、思い出すと鳥肌が立つ。エルシレールには指一本触れさせやしねえ。さあかかってこい。どうした、傷が痛むの。なんでよ。何が。私たちは敗戦濃厚でも、あんたはランダルに認められた腕がある。なるほど、そういうことだったのね。私に隠れてグラールとコソコソしていたのは。私は確かにランダルに仕官するため東方からやってきたわ。でも途中で気が変わった。兄様に一目惚れしたか。そうよ、私とアドラード様の婚姻の儀にはあんたを絶対に参加させる。
絶対そんなの邪魔してやる。それなら生き延びなさいよ。生き延びて私の邪魔をしなさいよ。うん、行きましょう。ここまでだな。女の前だからってでかい口叩いてたけど、あんたは何も変わってない。あの頃のまま、ハインドラの過酷な鍛錬から逃げ出し、ぬるいホルン、そしてリオニスへ逃げ込んだ。それだけのこと。恥さらしはここで死ね。リオニスをぬるいとそう言ったか。事実を口にしたまで。リオニスが第二王子シュテル様、全ての列強が一目置くそのお方と対等に渡り合った。ほう、そなたがか。ならば敵に不足なし。いや、私の後ろにいる男がだ。カミンロが？笑わせるな。それはカミンロお得意の出まかせだ。女を口説くときに必ずそのような適当なことをほざく。いや、その光景を実際に私は見ている。これっぽくすぐ調子に乗り、すぐに都合のいいことばかり妄想する。だがこのような男こそが存外王に向いているのかもしれん。カミンロが王だと？少子、そのような国3日で滅びるわ。恋を知らぬ女はそう思うであろうな。何？エルシレール。カミンロ、寝ていればいいものを。あんなこと言われて寝てられるかよ。すまねえな、こんなことに巻き込んじまって。心配はいらぬ。後でたっぷりと埋め合わせはしてもらうからな。後でか。ああ、いくらでもしてやるぜ。リリッシュ。力に頼り切った策なんて。命令に背くのですか？こんな命令聞けるっていうのかい？モント様は自分を犠牲に。ええ、分かっていますわ。なんで平静でいられるんだよ。そんな冷たい女だったのかよ。星はまだ輝きを失っていません。勝機があるっていうのか、こんな状況で。あなた方は？お前たち、なんでこんなところに。オウィスのルティアル姫に雇われた。その間は貴様らを生かしておいてやる。ラネル、行くぞ。はい。
この城か。ええ、そのようです。何者だ。ここはホルン城、妙なき者は立ち去れ。そなたたちはこの邪気に気づかないのか。鈍いのでしょうか、それともこの城の者が企てたものか。何をわけのわからないことを。立ち去らねば。愛には愛を、されど武には武を。すべてはクリスタルのお導きのままに。では参ろうか。ええ、闇を払うために参りましょう。